寝てるんだドラゴトロン様は。私が知るわけないじゃない。なんだ。これは。ああ、しぶれる。悪の力がみなぎるぜ。もうすぐだ。もうすぐドラゴトロン様が復活するぜ。うそ。二度もレジェンディスクを見つけたのに、なんで手に入れることができなかったんだよ。イサミ、一度や二度の失敗で諦めてはならないなり。そんなこと言ったって、やっぱり僕にはできないのかも。過去のレジェンディスクに反応を始めたようだ。イサミ、行くぞ。イサミ。分かったよ。タイムスリップポイントはこの辺りでしょうか。イサミ、どんな感じじゃい。さっきよりも光が強くなってる。あ、ここはどこだ。あれ、ケンザたちどこ行っちゃったんだ。おい、ケンザン！ガンオ？人間！なんてでかいんだ！置いていけ。何ですか？お前の一番大事な宝を置いていけ。もしかしてディスクのこと？置いていけ。いやだ！ならば力ずくでいただくとしよう。こう、少しはやるようだな。ならばこれはどうだ。主は一体何者？僕はレジェンディスクじゃなくて伝説の鏡を探してるものなんですけど。伝説の鏡？はい、この世の平和を守るために必要な鏡なんです。この世の平和を守る。つまりあなたは乱れたこの世を正し、人々に平和をもたらすために働いているというのか。まあそんな感じかな。おお、ついに出会うことができたってか。あなたどなたですか。わしは武蔵坊弁慶。乱れたこの世を正し、人々に平和をもたらすといわれる伝説の救世主であり、我が生涯の主となるお方を探し求めておりました。弁慶って、あの牛若丸と弁慶の。あなた様のお名前は。立脇勇だけど。本日この時より、あなた様が我が生涯の主、我が命お預けいたす。それはちょっと違うような。
それじゃあ弁慶さんは伝説の救世主を探すためにあの橋で毎晩宝狩りをしてたってわけ？その通りでござる。天下無双と言われたこの武蔵坊弁慶を倒す者こそが伝説の救世主と信じ、あの橋で対戦すること百と数十回。しかしそのいずれもが違い申した。百と数十回？はい。しかしその苦労も報われ申した。我が生涯の主にこうして巡り会えたのじゃ。これって完全に勘違いされてる。どうしよう。弁慶さん、もし僕が救世主じゃなかったらどうするの？だとしても私は諦めなかったでしょう。たとえ何度失敗しても諦めれば全てはそこで終わってしまいます。何度失敗しても。イサミ、なんて、なお、無事でしたか。よかったぜ。これはレジェンディスクは見つかったか。まだだけど。おお、その鏡は、うん、あ、弁慶さんが持ってたの？はい。この鏡を手に入れてからというもの、私は天下無双の怪力と薙刀の腕を手に入れることができました。弁慶さん、この鏡はこの世を悪の世界に変えるお宝よ。何なんだこいつは。ディスクをよこせ。隙にはさせん。トランスフォーム。ソードバット侍チーム。けっ、あんたらの相手はこいつらよ。いでよ闇の邪気軍団。我は緊急二刀流剣山なり。侍の心得、斬新ガンで戦う。拙者は超空超刀流神武。リードなら誰にも負けません。わしは消防突撃流ガロだ。わしがナンバーワンじゃい。何やってるんだよ。ドラゴトロン様からいただいたパワーを見せてやるぜ。なに、巨大化した。こちらも合体して応戦だ。さすがだ。こやつら鬼か。やるじゃないのガイドーラ。この隙にレジェンディスクはいただきよ。鬼よ、チェアーカー。レジェンディスクゲット。あー、取られちゃった。ダメだ、やっぱり僕にはできないんだ。お前たちに鏡を渡すわけにはいかん。諦めなさいよ。諦めるか。諦めたらこの世を正し平和を守ることなどできん。たとえ何度失敗しても諦めれば全てはそこで終わってしまいます。僕はたった2回失敗したくらいで諦めかけてたのに。諦めたら何もできない。そうだよ、諦めたら何もできないんだ。もうしつこいのよ。どりゃー。おお、見事。弁慶さん、ありがとう。僕分かったよ、諦めてたら何もできないって。うん、お前らにディスクは渡さない。この世の平和は絶対に守ってみせる。侍チーム合体だ。その心受け止めた。行くぞ。おう、剣山神武ガロウ、いざ参上合体。カブト装着、参上合体ゴー剣山。それがどうして貴様らの隙にはさせん。超必殺三条奥義だ。
光十字。戻っちまったぜ。何やってんのよ。貴様らも消えろ。ああ、まただ。またディスクを手に入れられなかった。悔しい。イサミ、そうがっかりするな。悔しいけど僕は諦めない。何度失敗してもいつか必ずレジェンディスクを手に入れてみせる。うむ、それで良いのです。おう、見ててね弁慶さん。どこに消えてしまったんじゃ、ご主人様。何故泣いているのです。訳をお話しください。こんな私でも何かお役に立てるかもしれない。あなたは。私は通りすがりの牛若丸です。はぁ、あ、またディスクを手に入れられなかったじゃない。俺のせいだって言うのかよこの野郎。何なの、何やこれ。ドラゴ太郎様、完全復活しちゃったの。今度こそソードボットたちの息の根を止め、この星を我がものにしてくれるわ。ドラゴトロンが復活してしまった。大ピンチって時に新しいメカが現れた。それって敵味方。次回、三条合体トランスフォーマー GO 発進オプティマスエクスプライム。